はい、竹笛旅館 and くまもん室。くまもん室ですね。And we're having dinner here today. And you can see it's a beautiful room with beautiful ladies and a beautiful view of the bamboo forest, including a waterfall on the back. Really pretty.So, we are going to have our... And then, of course, we have Kumamon back there. This is the world's largest Kumamon. 一番大きいんですね。世界最大のKumamon doll. And now, we are going to have dinner. はい。じゃあ、説明をお願いします。はい。今日は、すっぽんコースで、はい。ご予約いただいておりますのでですね、はいはいはい、まずは生き地をご用意しています。生き地ってどこ、はい、あ、これね、生き地ですっぽんの地と、あと焼酎をミックスしてグッと飲んでいただいて、なるほど、元気が出ます。はい、はい、でこちら中央の竹の器にはすっぽんのお作りです。はい、で右手がすっぽんの前足、はい、でゆず釜の中に肝ですね。もうとっても新鮮なお作りですので、はい、冷たいうちにですね、はい、でゆず胡椒とおネギをご用意しておりますので、あ、はいはい、右手のこちらのお醤油で召し上がってください。はい、で全部これもこれも同じように、はい、ゆず胡椒と、はい、お醤油ですね、はい、でその上段こちら酢の物です。はい、酢の物がですね、まず右からお伝えします。はい、ちょっと黒くなってますのが肝ですね。はい、はい、その黄色い丸い玉は卵です。すっぽんの今日はメスだったようです。あと小さい卵がたくさんあるのが手前にですね、卵巣、はい、あとはその左側にはですね、こちら上段ですね、こちらの卵の何ですか、袋というかですね、はい、卵がくっついてる、肝というかあれですね、はい、黄色い玉玉は卵です。卵で、はい、卵巣がこの白いたくさん粒々がついてますのが卵巣です。で左手の細長いが腸ですね、これ腸、はい、その手前が肝臓、あ、はい、あと隣小さくですね、心臓もあります。小さいのが心臓、はい、ですね。腕が酢の物です。あと茶卓のこちらに青いグラスには二項彫りといいましても、すっぽんのコラーゲンをたっぷり凝縮したコラーゲンたっぷりの二項彫り、はい、その上のこちら熊本の一巻きぐるぐるといいましてですね、ちょっと蓋を開けましょうか。はい、お願いします。じゃあお邪魔します。はい、おネギをですね、酢味噌で召し上がっていただきます。熊本の郷土料理です。はい、はい、その隣がまた卵ですね、西京漬けにしておりますので、もそのまま召し上がっていただきます。はい、最後にあとまだお料理まだ参りますが、こちらがすっぽんの鍋です。はい、卵もたくさんご用意しています。すっぽんのお肉もですね、こちらお好きな時に火を、はい、はい、真っ先でつきますので、はい、つけていただいて、左手のこのポン酢で召し上がっていただきます。はい、はい、まあ、食べ方としてはですね、まずたっぷりと出たお出汁、まずすっぽんのお肉を召し上がっていただいて、で、十分にすっぽんのお出汁が出ましたら、最後にお野菜をすっぽんのお出汁で召し上がっていただきます。でも途中でお野菜食べたいでしたらね、入れても構いませんので、もうお好きなタイミングでお野菜とすっぽんのお肉と楽しんでください。で、すっぽんのお出汁はたくさん、こちらの黒い、はい、器にもたくさんご用意してますので、ま、継ぎ足して継ぎ足して、もうコラーゲンたっぷりですので、温泉と相乗効果でお肌ツルツルになりますのでね、ぜひすっぽん料理楽しんでください。これすっぽんってどこから、はい、こちらはですね、うん、大分のやはり安心部というですね、すっぽんの有名な地域がありまして、そこに行くとすっぽんのお料理屋さんが結構あります。うん、でうちはですね、天然物ですとこういってこの後揚げ物蒸し物と参りますが、すべてのお料理すっぽんでお出しできないんですが、うちはその味むの養殖された
あの菌のないスッポンですので、全てのフルコースでスッポンをお出しします。あの最後はね、雑炊も参りますし、はい、スッポンの揚げ物、煮物と全てスッポンを使っておりまして、結構スッポンをですねよく召し上がるっていう方もびっくりされるくらいのお食事ですので、はい、こんなフルコースで出たらスッポンはないとおっしゃるくらいですね。フルコースでお出ししますので、ぜひ、はい、普段はスッポン召し上がります？いやもう20年前ぐらい。あ、本当ですか。すいませんね。スッポンコースの続きですね、はい、ちょっと巻いておりますね。今鍋を作るんだから、スッポンのですね、骨が出るかと思いますが、はい、骨入れでお使いください、はいはい、これは何でしょう。それではですね、はい、まず平たい竹の器にはスッポンの軍艦巻きですね。え、左の方ですか。はい、こちら。あ、こっちね、お寿司右ですね。はい、軍艦巻き、軍艦巻きです、お寿司です。はい、こちらはお醤油もつけずにそのまま召し上がっていただけます。はい、あとお口直しに生姜をどうぞ。はい、左手にはスッポンの煮物です。はい、添えてますのが菜の花、タケノコと旬のものをご用意しています。あと手前にはナスをですね。で、スッポンもこれも前足を使いました煮物でございます。ではもうあったかいうちに召し上がってくださいませ。はい、ありがとう。で、この後は揚げ物とスッポン茶碗蒸しが参りますので、はい、ゆっくりと召し上がってくださいませ。はい、ありがとう。はい、それではですね、はい、中央の丸い竹の器にすっぽんの揚げ物です。手前に甘長唐辛子と、あと海苔で巻いてますのがお餅を揚げたお料理でございますので、今のレモンを絞ってあったかいうちに召し上がってください。はい、こちらのコラーゲンたっぷりです。はい、で、右手 の, あのピンクの茶碗蒸しがすっぽんですね。とてもあの熱いので、はい、あったかいうちに召し上がってくださいませ。はい、はい、あ、どの部分を揚げたかに、あ、じゃあ前足の、はい、やっぱりそちらの、はい、これ前足、そうですね、こっちは甲羅、甲羅、あ、下に甲羅敷いております。両方とも甲羅ありますか。はい、甲羅あります、2つとも。はい、はい、と白いのがお餅と甘長唐辛子ですね。はい、使われてるんでしょ。そうです、全てこのスープもそうですけど竹食器で作っております。竹で、はい、この作られる方がいらっしゃるんですか。はい、埼玉にヒノキ工芸というですね、うん、会社がありまして、そこで職人さんに作っていただいて、うん、もうデザインも全てその方に全てお任せします。なるほど。はい、なのでもう手洗いですし、きちんとね乾燥させてしないとですね、保存の仕方が、手入れが大変なんですよ。で、くっつけてくっつけて作ってるので、まあ、補正したり補修をしてですね、修理などもしてます。すっぽん雑炊、はい、すっぽん雑炊とお漬物ですね。はい、熊本の有名な高菜も添えてあります。高菜は緑、はい、緑の、うーん、高菜、人参と高菜っていう、高菜っていう緑のお野菜、はい、緑のお野菜で熊本の有名なお漬物です。で、大根、大根と、そうですね、高菜はですね、もう緑のほうれん草みたいな感じで、はい、すごい青みの強い、ちょっとね、辛いあれですね、お漬物です。はい、もう高菜は漬物のみですね。はい、高尚な感じだ、すごい美しい。ここのパティシエさんは、はい、何人やってる。3人、ね、はい、すごいね、すごい綺麗。
それでは本日のデザートですが、はい、まず上段、右手のいちごの乗せてますタルトですね、右上段、はい、で左手にはチョコレートのブラウニー、手前にはバニラのムースですね、ラズベリーのソースがかかっております。はい、下の段にはですね、あのフルーツとあの和のあのデザートでございます。まあ、フルーツはまあリンゴとブドウとですね、パイナップルかな、はい、で手前には羊羹で、白い丸いドーム型のがですね、カルカンといいまして、これはですね、鹿児島のお菓子でもあるんですけど、山芋で作りましたあのカルカンというデザート、うん、でと右手がどら焼きをご用意しております。まずほうじ茶と、はい、ご一緒に召し上がってください。黒っぽいのこれは羊羹です。羊羹、はい、はい、